通学の良問プラチカってどのタイミングで取り組めばいいんですか？河合出版さんの良問プラチカね、まあ、ちょっとこれ古いやつやけど、まずプラチカシリーズは難関大を目指す人が今までインプットしてきた解法をアウトプットするための参考書やから、中堅国公立とかマーチとか以下の偏差値の大学を目指す人には基本的には必要のない参考書です。ほんでもって注意しやんとあかんのが、文系プラチカの方が理系プラチカの 1A2B よりも難易度が高いっていうこと。っていうのも理系の入試やったら 1A2B も数3の方に関連して出題されることが多いから、相対的に 1A2B 分野は文系の方が問題が充実してるってだけやから、理系の人は迷わず理系プラチカ 1A2B と3の2冊をやったら問題なし。ほんで取り組むタイミングやけど、青チャート1対1対応の演習、標準問題成功とかの網羅系参考書を一通り解いて、典型パターンの解法をインプットできた後に取り組んでな。宮廷大以上の難関大を目指したんやったら、高3の夏休み明けには遅くとも取り掛かってたいところ。ほんでプラチカ終わったら過去問に取り組んでいきましょう。さらに数学力伸ばしたい人は上級問題成功とかもまあ、あり。紹介してほしい参考書あったらコメント欄まで。